はい、皆さんこんにちは。今日はパイオニアのプリメインアンプ SA7000、 これをネットオークションで入手しましたので、紹介したいと思います。じゃあちょっと開けてみますね。自体はだいぶ前に撮ったんですけど、一回開けて確認して、まあそのままにしてたんで、今日は2回目ちょっと取り出してみます。はい、開墾してみました。フロントパネルはこんな形ですね。でこちらのパイオニアの SA7000、発売は1980年頃ですね。で当時の価格でいうと、まあ、5万円ぐらいでしょうか。で実行出力は65W ですね。でなぜか、まあ、ネットオークションじゃあまり人気がないみたいで、1500円ぐらいで落札することができました。はい、じゃあちょっとフロントパネルちょっと見ていきましょうか。でまずこちらパワースイッチ、電源スイッチですね。そしてこちらがスピーカーの AB の切り替え、それからこれがトーンコントロールのオンオフスイッチですね。でまあ、オンさせて、まあ、これで調整、音の調整をする形ですね。それからこれがサブソニックフィルターですね。レコード針のノイズであるとか FM 受信の際のまあノイズのカット、まあ、こういった機能がついてますね。そしてこれがステレオモノラルの巻き理解スイッチ、音の巻き理解ですね。でパワーオンの電源オン表示ランプと、それからこれワットメーター表示ですね。でこちらですね、テープセレクタースイッチがまあ2つあって、まあカセットデッキ2台接続可能になっているようです。そしてラウドネススイッチですね。それからボリュームスイッチ、つまみですね。カチカチカチと。それからその奥に、スピーカーの左右の音の大きさのバランスのつまみがここについてます。一体構造ですね。形ですね。まあ、こういった話ですね。じゃあちょっと背面の端子の部分を見ていきたいと思います。ですね、これなんか今にも音が出そうな感じがしますね。はい、まずここが、まあ、コンセントスプラムですね。まあ、3つついてます。電源コンセント、上がスイッチ連動で、まあ、下が非連動で、スピーカーの接続端子ですね。ああ、なるほど。うん。ですね。このヘッドホン用の出力端子でしょうか。それから、プレミアチューナーテレビの接続から、カセットデッキはこちらテープ1、こちらがテープ2になるんでしょうか。
挿入接続が可能な形ですね。なんか思ったより綺麗でちょっと驚いてます。はい、それではちょっと、この上のカバー外してちょっと中見てみたいと思います。はい、カバーを取ってみました。一応これジャンク品いうことで、電源通電してないということなんで、一応中を確認しないとですね、もし火事になったらいけませんので、一応中を確認したいと思います。まあこちらが、トランスですね。で、まずヒューズがここにありますが、5アンペアヒューズで、一応飛んではないですね。それからこちらが、セリオのダイオードと平滑コンデンサーですね。キャパシタが、12000マイクロファラドですね。まあこう見る、あとまあコンデンサーどっか液漏れしてるかどうかですけど、どうもそういったところはなさそうにも思いますね。なんか綺麗です。埃があまりないですね。もう一個持ってる SA7400 はものすごい埃だらけで、だいぶ基板、洗浄スプレーで洗浄しましたけど、こちらは綺麗ですね。かなりコンデンサーから息漏りしてるようなのもなさそうですね、これね。はい、これ、まあ、リレーが動くかどうかどうでしょうね、この電源を。あとはそうですね、なんかあったより綺麗ですし、変に焦げたようなところもありませんし、はい、ちょっとじゃあこれ蓋してですね、ちょっと次回電源を入れて報告させていただきたいと思います。かなり1500円にしてはいい買い物したんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、今回ここまでです。ありがとうございました。